皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは見えない力を味方にするということについてお伝えしてみたいと思います。見えない力を味方にする、まるでこう何かスピリチュアル的なねことっていうふうに思うかもしれないんですけれども、人間の体ないしは人間の脳っていうのは不思議なものを持っていてですね、これは実際に現実的な世界として、解明できてないものとかっていうのがあったりするんですよね。そうすると、見えない力っていうのが例えば、火事場の、バカ力とかっていうこともあるように、自分が普段それを自分が思っていない力がとっさの時、例えば生命の危機を感じるような時に発揮されたりすることがあるということはですね、見えない力っていうのを何かの時に身につけるというか発揮するというか味方にすることとかもできたりするんですね。じゃあこれをどういう時に味方にできるのかっていうとですね、やはりオリンピックの選手の方とかもねそうなんですけれども、最後勝つ方、金メダルを取る方ってものすごい普段の練習とかやってる方とかが多いじゃないですか。でさらにその普段の練習をいくらやっていたとしても、当日のメンタルの状態がよろしくなければ、力を発揮することができないわけですよね。で見えない力はじゃあどこから来るのかっていうと、人によって考え方はいろいろあると思うんですが、私は自分を信じている力だと思います。自分を信じる力を持って活動している人、しかも誠実に動いている人っていうのは、人って応援したくなるじゃないですか。でその応援の念とか祈りとか願いとかっていうのはやっぱり見えざる力となって、その人の心に届いたりとか響けば、それがまた大きな力になっていったりとかするんですよね。ということは、まずは最初一人は孤独かもしれないですけれども、やろうと決めた夢に向かって歩く、自分でまずは歩いてみる、そしてそれによってこの人を応援しようっていう人がやっていれば必ず出てきます。その時に初めてその力が味方になってくれるということもあるので、まずは自分がまず一歩動く、そして自分の力を自分が信じて動いていくっていうことが必要になるんじゃないかなっていうふうに思います。何か霊的な、力を味方にするとかそういう話ではなくて、自分の中にある見えざる力を、信じて動くことによって、結果それが見える力になっていくっていう、人間の、不思議なメカニズムを私は何度も見ていますので、まずは、信じてみるっていうところからスタートするのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは。